何？ティートたかしです。はい、どうも、ティートたかしです。はい、というわけで、なんとフィリピン、ついに7月22日から全てオープンになったっていうね、今回喋っていこうかなと思うんですけども、今まで、ワクチンが打ってないから、フィリピンに来れなかったっていう方でも今回来れるようになったということで、いよいよね、本当4年前に普通に戻ったって言っていいでしょうね。それがこちらイートラベルのやつなんですけども、歌ってます。はい、なんで僕の視聴者さんの中でも何人かワクチン打ってないんでフィリピンに行けないんですよっていう方がね、何人かいました。はい、いよいよ来れるようになりましたよ。はい、もうね、ワクチンの証明書の提示はなくなりました、すべて。それが7月22日からっていうことで、僕ね、この動画ね、ちょっと遅いかなと思ったんですけども、まだね、知らない方向けに、一応出しとこうということでね、今回喋っていきますんでね、本当に4年前ですか、普通に何もなくフィリピンに来れたのが、パタッとね、あのコロナが発生してから来れなくなったっていう方がね、いっぱいいました。その中の僕も一人でした。ただ僕の場合はあのビザをね持ってたんでいつでも来れたんですけども、まあいろいろね、事情がありまして、来れなかった。僕もね、我慢したのは3年ぐらい我慢したのかな。で、よし行こうと決めたのが移住です。片道切符の移住でね、フィリピンに来たんですけど、2022年の1月の23日です。はい、でね、1月23日はまだ規制があったんですよ。いろんな規制が、有効なビザを持ってない方はフィリピンに入れませんよっていう時期だったんですけども、たまたま僕 A313A ビザをね、持ってたんで、来れたんですけども、それから1ヶ月後2月からかな、はい、普通のあれでも来れるようになったのかな。そうですよね、はい、観光でも来れるようになったんですけども、条件でワクチンを打ってない、1回2回3回まだ僕の時は2回だったかな、2回の、ワクチン証明書があれば隔離がないですよっていう時期だったんです、僕の場合は。で、それから1ヶ月後、2月入って何日かちょっと忘れちゃいましたけど、2月の10日ぐらいだったかな、観光ビザでも来れるようになって、だその代わり、隔離があったっていうことですよね。で、そういう中やっと今回、この e トラベルで、今まではワクチン証明書をね、いろいろインプットしていかなかった、していかなきゃならなかったんですけども、そのワクチンの、インプットする欄が消えたということで、はい、もう誰でも来れるっていうことですよね。はい、売ってようが売ってまいが関係なくなりましたということで、いやー長かったですね、もう4年以上ね、え、本当だよね、4年以上来れない方がいっぱいいたっていうことなんでね、だこれを機にね、ぜひねフィリピンに来てください。まあいろいろね、4年前とはね変わってるところがいっぱいあると思うんでね、まあ自分の目でね確かめて、またね、楽しいフィリピン旅行をできたらなと思っております。それで、今回話がちょっと変わるんですけども、1本前に出した動画、これね全てタガラ語なんですよ。で、僕がねもうちょっとねタガラ語にね詳しかったら日本のテロップ入れたんですけども、もうねお嫁ちゃんに聞きながらやっても
いや全然分かんなくて、そうなんで全て宝箱にしちゃったんです。でこれも日本人の方で、おそらくこの動画を見てる方って誰かしかフィリピンのお知り合い、また彼女、お友達、親戚とかね、いろいろいると思うんですよ。その方に見てもらいたいんで、ぜひともね、この1本前の動画、これサムネです。これをね、ぜひともね、進めてほしいんです。この動画は僕アティックツーリスっていうね、アティックツアーズ会社でね、仕事してるんですけども、 SM クラークの中にオフィスを構えてやってるんです。でこれは、ビザ関係の仕事なんで、フィリピン人の方が日本に旅行行きたいよ、遊びに行きたいよっていう方、また、家族訪問、旦那さんが日本で働いてて奥さんがフィリピンにいる、で奥さんを日本に呼びたいというね、そういったビザを僕たちはお手伝いしてるっていう会社なんです。それのフィリピン人が何の書類がいるのかっていうのを、スタッフにお願いして、宝語で全てフィリピンの方に分かるように説明をした動画なんですよ。これはこのサムネね。なんで、もしもねこれ見てる方、知り合いフィリピンの方がね知り合いいるんであれば、ぜひとも拡散してほしいこの動画を。はい、これね、なんで思ったかっていうのは、毎回ね、毎日のように電話が鳴るんですよ。そうね、一番多い時で60件とかね、本当なんですこれ。もう仕事が手につかないぐらいの電話が、問い合わせが来るんです。何がいるんですかとか、そういった問い合わせですよね。でじゃあ僕の動画あんまりね見られてはないんですけども、ちょっとでもねその電話のね件数が減るんであれば、ね、違う方に仕事がね集中でしてできるので、あ、だったらこれ説明して、ちょっと動画に出そうよってねリーダーに相談したところ、あ、ぜひやろうということでこの間の動画になったんですけども、日本人の方はね、何を言ってるかっていうのはね、僕もあんまり分かってないんですよ。もうね、あんだけね、ベラベラベラって喋られちゃうと、分かりません、僕にも。はい。ということで、日本のいる書類っていうのは、戸籍謄本、それと住民票、それと所得証明書ですね。で所得証明書に限って、所得証明書、納税証明書、預金残高証明書っていうのある3つあるんですけども、これどれか1点でいいんですよ。ただ納税証明書に限って、納税証明書に記載に、なんだ年間の総支給額が載ってればその1枚でいいんですけども、納税額しか載ってない納税証明書っていうのがあるんですね。それだと納税証明書に、預金残高証明書を1点つけるとか、所得証明書を1点つけるとかってなっちゃうんですけども、総支給額が載ってるやつであれば、その1点で大丈夫です。で預金残高証明書、銀行が発行する証明書ですね、それにスタンプが押してあればそれ1点で大丈夫です。はい。それと、もう1点注意事項で、もう以前の動画でも僕何回も言ってるんですけども、住民票に、僕らがチェック、一番見たいチェック、ところが省略されちゃうんです。それは何かというと、例えば、日本人配偶者の欄があるんですね、日本人と確かに、結婚してる方ですよ、また、奥さん、妻、そしてあとは、あとビザのあれですね、在留資格証明書に1年だったり3年だったり5年だったり、また、永住者だったりっていう、書いてある欄があるんです。それがね全部省略されちゃうんですよ。英語で言うと何つったっけな、オミテッドっていうのかな。はい。そう、その省略をされてない
住民票をお持ちください。そして今まではこの戸籍謄本住民票だったりっていうのは全てオリジナルのものだったんですけども、これがまた変わりましてコピーでもいいですよと変わりました。なんで日本で市役所に行って取って EMS でフィリピンに送るっていう作業がなくなったんで、例えば取ったら携帯かなんかで写真撮ってフィリピンのねお知り合いの方に送っていただければ、その方が A4 サイズでコピーして持ってきてくれれば OK なんで、昔よりはねかなり楽になったのかなっていうのは思います。はい。それとこれ、そうこの間ねこの動画に対して、ご質問が1点ありました。それをねちょっとご紹介したいと思います。一時ビザを再度申請する場合、何ヶ月間空けた方がよろしいのでしょうかっていう質問がありました。これね、一時ビザっていうのは例えば観光ビザですね。例えば観光ビザで1週間のビザがおりました。はい、日本に1週間行って帰ってきましたっていう時に、また行く時に連続で、ビザの申請ができるのかっていう質問なんですけど、これはできます。はい。で、これできない場合っていうのはそもそも日本に行けない時があるんです。ビザを申請して却下される場合があるんですよ。この理由は僕らも分かんないんです。日本大使館、フィリピン在の日本大使館の方が決めることなんで、この理由は分かんないんですけども、却下されちゃう場合があるんですよ。で、その場合は6ヶ月間空けた後にまた同じ申請をするという、連続ではできないんですよ。そう。それともう一点、通事ビザを取得するには何回か一時ビザを繰り返す必要がある、んですかというねことなんですけども、例えば、通事ビザで、取る場合は通事ビザの取得に通常3年以内に1回以上日本へ入国したことが条件となりますと、逆に言えば1回短期滞在で入国していれば通事ビザの、申請は可能ですということなんです。例えば3年以内に1回でも短期滞在で日本に行った方、これはね通事ビザ取れます。それと、例えば短期滞在ビザでじゃあ1回行こうっていうことで日本に行きました。その時は180日以下しかいられないんですよ。はい、180日だと思ったな。短期滞在で日本に滞在できるのは180日以下となります。180日以上の滞在は在留資格認定書ってのが必要となりますっていうことなんで、例えば180日以上日本に行きたい方は、その在留資格認定書っていうのをあらかじめ用意しとかないと180日以上は日本にはおられませんっていうことになってますんで。はい。それとね、申請書の書き方、こちら、これがね見本になってるやつなんですよ。これね全て記載です。全部もうどっか書かないっていうのはダメです。全て記載です。これねフィリピンの方が書くんですね。そしてこれ裏を、こちらがこれが裏、はい、こうなってます。でね、それと、こちらこれね、予定表です。日本に行った時の予定表、これね今ね英語で書いてあるやつなんですけども、これね日本語でも大丈夫です。はい、日本語の書類もあるので、
本語で書かれても大丈夫です。で、今これは1週間のやつかな。はい。1週間の滞在期間の予定表を簡単に書いてある。そしてこちら。こちらが、3ヶ月。3ヶ月の予定表をざっくばらんに書いてあるやつです。こんな風にね、ざっくばらんで大丈夫なんで、ぜひともね、この辺はね、必要になる書類なんで、自分で書く書類ですね。はい、こちらもね、すべて SM クラークのオフィスに用意してあるんで、申請に来る前にもしもね、SM クラークに遊びに来ることがあるんであれば、申請書と、いろいろ書類をくださいと言っていただければ、差し上げますんで、まあ、ご自宅でね、ゆっくり書いて申請に来た方のが手間はかからないということで、大概ね、申請書とかいろいろ書いてない方がたまにいるんですよ。で、来て書くんですけども、大概ね、1時間ぐらいかかってます。はい。で、なんでね、もしもね、SM クラークに遊びに来ることがあれば、ね、アティックのオフィスに、ちょっとね、立ち寄ってね、書類くださいって一声かけてもらえればね、差し上げますんで、ぜひともお寄りください。はい。このね、で、書類で書き方が分かんないとこがあれば、空欄にしてアティックに持ってきてください。ね、その時にね、教えながら、記入すればいいことなんで、もしも分かんなかったら、何も書かずに持ってきてもらえれば、はい。ぜひとも頑張ってビザ取得を目指してください。はい、どうだろう、分かりましたかね、僕のこの下手くそな説明で。どうでしょう、分かりましたかねもしもね、この説明で分かんなかったら、もう一度あのコメント欄に、はい、質問してきて、してきてください。僕でね、分かることは、いろいろね、喋れるんで、万が一ね、僕でわからないことがあれば、マニラの方にね、上司がいるので、すぐに連絡して、聞いてね、聞いてから、答えを出すので、はい、なんなりと聞いてきてください。というわけで、今回の動画、一つは、フィリピンがオープンになりました。誰でもウェルカムになりましたっていうのと、一つ前の動画の、コメント欄に質問があったコメントを、お答えしましたという動画になってます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。このね、動画が役に立ったよという方、グッドボタン、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。